ちら様でーす。いやー、風があんま治らないですね。だからちょっと薬を変えようと思って、病院行くのがですねちょっと面倒だと思って、ちょっと薬買ってきましたね。また今度パブロンですね。コンタックが全く効かないので、パブロン鼻炎カプセル、これ安かったんですよね。まあ3日分なんですけど、24カプセルで1000円でしたね。だからちょっとこれ一番安いやつを買いました。まあでも薬高いですよね。3日で1000円で高いですよね。まあ病院行った方がね、多分安いとは思うんですけど、まあでも簡単に治りますからね、本来は薬で、市販薬で。だからちょっともう一回だけこの市販薬飲んでみようかなっていうふうに思ったんですよね。でさっきカチカチって見たら、カチカチでもないな、まあ普通に携帯見たんですけど、それとあれですね、22日に総務省が発表した消費者物価指数、あの11月は 2.5% だったらしいですね。もうずっと 2% 上回ってますよね。でこれ、あの物っていうよりもはサービスがどん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 上がってるみたいですね。その影響もあって 2% をずっと超えてるって書いてあったんですけど、でも結局はですね、まあまあ11月は10月に比べたらまともになったらしいですよ。10月 2.9 だったらしいんですよ。だからちょっとは 2.5 だからまともになってるんですけど、10ヶ月連続ですよ。10ヶ月連続で消費者物価指数 2% 上回ってますからね。まあなかなかの、まあ感じですよね。昔ってよく 2%、日銀が 2% 目標とか言ってたじゃないですか。それで上回ってなかったら野党がボロクソ言ってましたよね。なんで僕上がんないんだ、上がんないんだとか、わーとか言ってたのに、今もう手のひら返しですよね。いや、ほんとびっくりしますよ。で、今言ってるのは、あれですもんね、物価が上がりすぎだとか、なんで物価が上がってんだよって、庶民の生活考えろよとか、そういうことばっかり言ってますもんね。だから、ほんとここまで矛盾してたら、さすがにびっくりしますね。本当、私本当思いますよ。私今自民党もあんま好きじゃなくて、でまあ野党も好きじゃないんですよ。だから支持政党はないんですけど、でも本当になんか政治家の人言ってることとかね、やってることめちゃくちゃだから、もう本当に嫌になりますよね。だってあの人たちが世の中動かしてるんで、この日本っていう国を、自分たちは何もできないじゃないですか。ついていくだけですから、だからせめてまともな人が、まともな改革っていうのを行ってほしいですよね。それすごく思いますね。で、まあまあ値段がどんどん上がってるのは、まあ、さっきサービスって言いましたけれども、昨日やったニコのトリミングも上がるんですよね。これなんか、昨日もらったんですよ。これ、知らなかったんですけど、12月1日以降上がってんですよね。なんかあの、プレミアム料金とか書いてあるんですよ。なんか、同日祝の各種のサービス料金が、トリミングですね。トリミングは、ここ、通常料金プラス 5% っていう風になってるんですよね。土日、祝日。プレミアム料金なんか適用しやがってると思ったんですけど、あれですよね。もともと2個のトリミングって、6000円ちょっとだったはずなんですよ。それが今7500円超えてますからね。ここ2年で。だから急激な、上昇ですよね。で、昔だったら文句言ったと思うんですけど、今なんか物価の上昇に消費者って慣れてないですか？だから食料も上がってるし、すべて上がるから、映画館昔からかな、2000円ぐらいですよね。まあ高いですけど、まあすべて着実に上がってるんで、なんか物価の上昇に慣れてて、もう文句も言わないなっていう感じするんですよね。こういうトリミングに関しても、もうなんか上がるのが当然みたいで、私これ昨日聞いた時点で、ああ、わかりましたってすぐスルーしましたからね。で、紙渡されて、ああ、ありがとうございますって言って、何がありがとうかわからないんですけど、それであれしましたからね。で、びっくりするのがですね、実はですね、シチュー作ろうと思ったんですよ。クリームシチュー。これ。まあ、これ自体は200円ぐらいで安いんですけど、いや、あるものが買えなかったんですよね。高すぎて。シチューって言ったら、こうやってね、人参入りますよね。まあ、これも高いですよ。3本で159円ですから、トライアルで。だ人参も高いですね。で、あと、メークイーンとか入りますよね。じゃがいもですか？
メイクイートじゃがいも、私よくわかんないんですけど、区別が詳しくないんで。じゃがいも、こういうのいりますよね。こういうのも200円ちょっと。まあ、これは200円ちょっとだから安いですか。こんな量が入ってて200円ぐらいで安いですよね。特用。で、あと高いのがですね、結局鶏肉。鶏肉もどんどん上がってますね。こんなちょっとしか入ってなくて、昔安かった記憶あるんですけど、500円ですからね。変な話、これ、鶏肉これだけで500円ですけど、弁当食べられますよね。そっちの方がやっぱいいですよね。自炊するよりも。それ本当思うんですよね。で、500円でしょ？で、以上なんですよ。シチューが以上。何か足りないと思いません？間違いなく必要で、間違いなく足りないんですよ。物足りないんですよ。あるものがなかったら。何かわかりますか？ 3、2、1。玉ねぎですね。玉ねぎ。売ってたんですけど、買わなかったですよ。買わなかったっていうよりもは、高すぎて買えなかったですね。いや、玉ねぎはびっくりしましたよ。なんか、3玉って言うんですかね。この網に3玉入ってて、いやー、これ150円ぐらいかなと、200円ぐらいだったら買うかと思ったんですけど、3つで350円って書いてあったんですよ。とか思って、ちょっと待って、玉ねぎ、一玉、100円超えるってどういうことだよと思って、昔50円したかしなかったのイメージあったんですけど、今100円超えてるんで、さすがにですね、玉ねぎ、3つってか、玉と3つどっちが正しいのかな？まあ3玉でいきますね。まあ3玉で、350円って、それこそ弁当買えるんですよね。さすがに玉ねぎは買えなかったですね。この鶏肉、さすがにシチューに鶏肉なかったら最悪じゃないですか。いや、これは買いましたけど、玉ねぎだけは我慢しましたね。大好物だけど。シチューに入ってる玉ねぎって柔らかくて美味しいじゃないですか。だから、絶対入れたいんですけど、ちょっとあまりにも高すぎですね。いやー、本当に物価の上昇っていうのを感じて、あと、私、今言った材料で料理して、だいたい1300円から500円くらいかかるんですよ。トータルでいろんなもの入れて。それって、結局は自炊せずに、旅に行った方が安いんですよね。いや、本当にそうなんですよ。私なんか思いました。やっぱ自炊ダメだって。で、自炊したら量食べるし、今、一人分自炊しても、結局、値段的には高くなりますね、やっぱね。だからそれは思いましたね。だからこれをちょっと自炊最後にしようかなって思ってますよ。鍋はやりますけど、鍋。鍋はまあ白菜とか入れるときはいいんで、簡単に安くやれるんですけど、シチューとか作るときは、ちょっともうダメだなっていう感じです。シチューとか食べに行った方が安いですよね。それは思いましたね。いやー、ここまで、本当に物価が上がってたら困るし、ガソリンも高いですね。どんどん上がってますよね。レギュラーも昨日見たら177円。コストコはまあまだ150円台と思うんですけど、170円台ですからね、レギュラーがね。だからどん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 上がってて、もうすべて、この値上がり考えたら、ね、よく言う、まあ何回も言ってますけど、みんなにも結構言われますけど、ただお金を置いてるだけって言ったら、本当意味ないですね。口座のお金の価値がどんどん下がるばっかりですよね。いやー、かといって株に変えたら、私みたいに、サイバーダイみたいに今回決済しますけど、340万マイナスとか、ありますからね。サイバーダイが損してなかったら、私もう一年普通に暮らせましたからね。だからそう考えたらバカみたいですよ。だから投資もどうかなっていう感じですよね。まあ少なくとも 2% ぐらい、上がる、着実に上がるような何かがあれば、それに投資するのが一番いいのかなっていうふうには思いますね。まあ株はリスクありすぎですよ。やっぱ今後どうなるかわからないし、日本株ね、ドル換算にしたら安いって言いながらもうわからないですよ。アメリカがこけたらやっぱ日本こけますからね。だからどういうふうになるかわからないんで、ちょっと怖いなっていう感じですね。まあ本日は以上です。明日はですね、福岡モビリティショーっていうのがあるんですよね。コメントで新しいプリウスが出てるので、
見に行ってくださいっていう方がいらっしゃったんですよ。だからちょっと行こうかなと思ってて、で釣りの師匠と一緒に行って、釣りの師匠はチケット買ってくれてるんですよね。まあ当然お金払いますけど、だから明日見れたらこのプリウス、ニュープリウス動画に撮りたいなと思ってるんですよね。ただ動画っていうか実写を見て乗っちゃったら買いたくなるんで、それがちょっと怖いですね。それだけですよ、心配なのが。ローン組んじゃう可能性ありますからね。私ローンだけは絶対したくないんですよ。ただ組む可能性ありますからね、プリウス買うんだったら。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。いや、すいません、失礼します。